るさとです。さあ2月になりましてね、もう立春も近づいてきましたけれども、天気がね、心配ですよ。気象は吉井さんです。明日にかけて北海道や東北では雪や風が強まって大荒れとなりそうです。後ほど詳しくお伝えします。ではこの時間にしたら鈴をこう認める裁判所に上日銀が先月買い入れた長期国債の金額が過去最大となりました。日銀北海道では最大瞬間風速明日に一番近い気象情報、気象予報士の吉井さんです。はい、北日本では大荒れの天気となっています。夜になって風が強まっている秋田や北海道では最大瞬間風速30メートル前後を観測しています。はい、またレーダーを見てみますと北日本の広い範囲や北陸から山陰にかけて雪雲や雨雲がかかる中、特に雪が強まっているのが北海道です。はい、午後11時までの1時間に北海道の各地で5センチから8センチと強く雪が降っています。北海道では交通への影響も出ていますね。はい、心配ですね。はい、北海道や東北では明日にかけて大荒れの天気が続きそうです。予想天気図を見てみますと為替と株の値動きです。100ドル以上値下がり通勤通学います。そしてニューヨーク株式市場ダウ平均株価は現在100ドル以上値下がりしています。さて北日本の日本海側などで明日にかけて大荒れの天気が見込まれています。朝の通勤通学の時間帯、時間に余裕を持って行動するようにしてください。ではこれで失礼します。失礼します。